者の灰を見つけた。聖者の灰。聖者の灰かな。聖者の灰を見つけた。なんや、灰。全然違うやん。待って、全然違うやん。何、どこに来たん、私。全く意味のわからんとこ一人やん。普通にこっちやと思った。普通にこっちやと思った。全く違ったね。あ、くそ、上がれない。馬では上がれないところだった。あ、こっちから上がれるかな。ダッシュができねえぜ。はいはい。こう行って、あ、で、ついでにさっき見えんかった。あ、これやね。あ、なるほどなるほど、これや。あったわ。あったわ、あったわ。で?なんだ、どうすればいいんだ、これ。あ、あっち?こう行って、とりあえずこの狭い道を、こっちじゃないわ。どこや?こっちか。この狭い道を、こっちか。こっちに行くのか。あ、なるほどね。こっちに入りまして、こっちに入ったら、上に来たということになるか。これでやっと上か。なるほど。了解、わかりました。了解、了解。あれやね、図書館。あれが古代図書館やね。なるほど。全然違ったわ。どこに向かってたんだ、私は。びっくりするんやけど。はい。はい、古代図書館に着きましたと。はい、古代図書館。到着。魔物もいっぱいあるね。これは、あ、なんか人がおるかな。ちょっと人がおるっぽい感じやね。ん?人ではないのか。待って待って待って。待って待って、見つかったよ。マジカルハットたち。かわいいよ。かわいいよ、かわいいよ。はいはい。弱っ。弱っ。もう一気にバシバシってやっつけてしまえ。マヒャドー。はい、ペシペシ。そんなのでやられたくはないな。つらいな。なんかこの辺どこだ、どれだ。動く石像やったんや。くそー、マジかよ。ぶつかってしまったじゃないか。やだな。動き石像はね、私、あの、ドラクエ5の時に嫌な思い出が。もう、あんなドット絵でも、あんなドット絵でもめっちゃ怖かったっていう、私。んと?何?この辺になんか、お?話せるスライムか、君は。どうも。へえ、人間が来るなんて珍しいね。ここは西園時代の貴重な書物が収められた古代図書館だよ。そうだ、せっかく来たんだからいいことを教えてあげる。この図書館は特殊な構造をしていてね。スイッチに手をかざすと壁や階段が動いて行けなかった場所にも行けるようになるんだ。まずは僕の隣にあるスイッチに手をかざしてみてよ。ん?手をかざしてみなよ。そしたら別のスイッチが使えるようになるよ。あ、なるほど。僕の隣にあるスイッチに手をかざしたら、地図を手がかりに1階にある別のスイッチを探してみるんだね。一応地図に何かしら、表示はされているということだ、かな?おお、あんなところに部屋があるよ。塔にあるすべてのスイッチが使えるようになった。別のスイッチを探してみよう。ふんふん。なるほど。これで?何?何の声?気持ち悪いんだけど。動く石像の声かな?やめてよ、不気味。やめてよ、超不気味なんだけど。無理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 。あの声やだ。嫌い。さっきからね、笑い声がめっちゃ気持ち悪いんやけど。動く石像は動くことはないんかな?
普通にしとったらあのまま立ったままなんかな。それならいいんだけど、それなら全然いいんだけど、スイッチなくないこれ。あ、違うね、スイッチではないね。本に封印がかけられている。こいつか笑い声。あ、スイッチがないんだけど、ん、動いた、もしかして。いや、動いてないよ。警戒しすぎか。警戒しすぎなのか、もしや。あれ？これか、スイッチって。あ、これか。なるほどね。あったわ。あったわ、あったわ。お、開いた。これでこの先に行けるようになったけど、うん、まあ、こっちでいいんかな。こっちを目指していったんでいいんかな。はいはい。え、ん？行き止まりじゃなかった。行き止まりかと思ったよ、一瞬。特に何もなさげやけど、あ、この真ん中。そう、真ん中のところにね、部屋があったんよね、確か。え、ないけど部屋。え、ないんですけど部屋。え、どういうこと？え、待って、どういうこと？混乱してきたぞ。意味がわからんぞ。え、これで、今私はそこに、いる。こっち側に行って、あれどこから来たんだ、私は。その辺ちょっと謎なんやけど。お、宝箱ゲット。聖者の灰を見つけた。聖者の灰。聖者の灰かな。聖者の灰を見つけた。なんや、灰。どんだけや。こっち側ではないっぽいね。ということは、あっち側、このままぐるっと行けばいいんか。この真ん中を渡っていくんではなくて。ふんふんふん。うおー、ぶつかった。ぶつかった。はい、やっつけていくよ、マジカルハット。いけいけいけ。よし。はい、オッケー。お、宝箱。やったねー。さ、これでこ、え、いけんやん。マジかー。いけんかったってことは、ここではないということだ。え、両方いけんかった。両方いけんかったってことは、また渡っていった先のところを、元に戻っていかんといかんってことかな。ここか。どこに渡る場所があるかと思って、一瞬。はい、これで、こっちに、渡って、行きまして、こっち側かな？あ、こっちも行けない。あれってことはこっち、また戻っていくしかないんか。どういうことやどういうことやねってことは、また別のところを開かないといけないということかな。ということは、じゃ、とりあえずあっち側、この辺を今度はじゃあ開けないの？ん？開けないっぽいな。あれ？あれ？いろんなとこにスイッチがあるわけではないのか。ん？そこしかスイッチなくない？あれ？そこしかないよね、なんか、多分。マジか。もう一回、なんかこう、あ、別に何もないな。え、別に何もないな。びっくりするぐらい何もないな。あれ？なんだ？どうすればいいんだ？これ。え、どうすればいいんだ？これは。謎すぎて、謎すぎて。
あれ、やっぱり行くところは合ってるのか。上の階にいて、上の階でなんかスイッチがあるということか。え、わかんないわかんない。え、マジでわかんないよ。だってこれさっきと同じ場所やん。一回しか押せんのか、スイッチ。なるほど。はい、やっつけていこう。ゴーゴー。オッケー、はい、オッケーです。マジカルハートたちをやっつけた。さあこれでいけないんだな。いけないんだな。こっちの行き止まりは、ま、道具があるわけでもなく何もないね。あれ、ってことはやっぱりここを渡った先なのか。ここを渡った先にあるのはこんな感じなんやけど、え、スイッチとか別に何もないんよね。そうなんや、スイッチがなくってここ宝箱取ったところやろ。え、なんだ、どうなってんだ。え、なになに、どうなってる。ちょっとよくわからないんだけど。ん、もうちょっとこっちの方とか。これスイッチかな。あ、スイッチやね。あった、スイッチ。はい、これでまたいろいろと動くでしょう。あ、なるほど、階段が切れてた、階段が上がった。そしてあとは、ないんですが。ないんですが、今のあのスイッチは何のスイッチだったの。あ、そっか、階段か。階段が上がった。ここから行けるようになった。あ、なるほど、これか。何話してんの。なんか、竜博士、普通に会話できるんかと思うぐらいの感じやったんやけど。なんか同じ魔物相手に読み聞かせみたいな人って、ちょっと可愛かった。不覚にもちょっと可愛かったんだけど。竜博士と生徒たち。ごめんね、ちょっとなんか、先生やっつけちゃったんだけど。あ、ごめん、君、遅刻してやってくるところだったかな、もしかして。あいつらは先生倒されたけど何もないの？くそ、敵討ちをしてやるみたいな。あの光景残しとけばよかったな、可愛かった。ね、特に別に、そんな急いでやっつけることもないような感じの光景やったけど、こっちにも別に気づいてなかったし、ピキンともなってなかったけんね。はい、結構上までやってきました。これ背後の絶対動くやろ。絶対動くやろ。これはなんかダメやね。あ、ここは通れる。おお、やったね。はい、あー、ミミックやった。マジか、マジか。見抜けないよ、ミミック。まあでもね、でも弱いやつだから。弱いやつだったからよかったけど。はい、燃やしつつ。何気にこう防御力があるんよね。大丈夫か、私。はい、いけ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 。お、ありがとうね、せいに。ありがとうね。セクシーベイブ、めっちゃ効く。まあ、あのマルキャラのセクシーベイブめっちゃ効くけん。どんだけセクシーなんだっていうぐらい効くけん。やめてー、びっくりした、効いたかと思ったよ。危ない危ない。はい、そしてミミックをやっつけたわ。楽勝やね。はいはい、
もうこの光景は置いておくね、私。こいつかな？いや、多分動き石像よね。多分。笑えるのは。なんかちょっと微笑ましくっていい感じよね、あれ。さあ、そして、あ、宝箱。はい。あ、いいな、バンダナを見つけた。よし、オッケー。疾風のバンダナ。ああ！ぶつかってくるなよ。ぶつかってくるのよ。あれ、やっぱり竜博士なのかな？あの声。いまいちよくわかってないぞ、私。はい、いけいけ。イエーイ。さあ、そしてなかなかこう、押すボタンが見つからない。あ、ここから下に降りれるのか。なるほど。じゃあちょっと下に降りていこうかな。ね。はい、下に。え、これ来たところじゃない？もしかして。違うかな？わからん。多分違う、ワンと。あ、違うかな？違うかな？ちょ、いまいち、把握しきれて、お、あの中になんかあるね。いけるようになってるやないか。はいはい。あ、こっちじゃない。閉ざされている。閉ざされている。こっちはダメなんだね。オッケーオッケー。あの場所には、まだまだ行けないということなのか。ほい、ということで、じゃあちょっと一旦この辺で終わりにしておこうと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。やっぱなんかこう見よったらさ、魔物同士にもやりとりがあったりとか、関係性があったりとかするんやなっていうのが。ね、めっちゃ思った。やっぱ楽しいね、魔物観察。